はい、こんにちは。まーチャンネル前原です。はい、今日はですね、本気のイラストにまたチャレンジしてみたいなと思うんですが、先日ね、ミニキュートクラブのみのりさんと三色マーカーチャレンジやった時に、あの、僕が描くね、女の子キャラの中で一つにキュアジェラートっていうね、あのキャラがいたと思うのよ。あ、女の子。そう、あれを今回はドラゴンボール風にリメイクしてちょっと描いてみたいなと思います。はい、レイジン君は、あの、虫キングの SG レアのカブトムシ。あ、もう描くのね。本気で描くのね。はい、はい、じゃあね、イラスト描いていく前に黄金の5秒間やってみましょうね。この間にチャンネル登録やこの動画が良いと思ったら高評価ボタンね。行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。よかったなと思ったら高評価もしてね。はい、じゃあ早速イラスト描いていきましょう。はい、これが前回本気で描いたやつですけれども、パパはスーパーサイジに孫悟空を描きましたね。僕はカブトムシ。そうだね。うん、なんで今回はパパはキュアジェラートで、シン君は SG ではカブトムシ。そうだね。キュアジェラートってのは青い、青い、うん、青いキャラみたいなんでね。それをドラゴンボール風に、うん、なジェラートってつくからアイスクリーム系なのかな。なんかスカートがね、アイスクリームっぽいんだよね。よし、ドラゴンボール風だからさ、どうしようかな。もうこれだ、完全にオリジナルで描いちゃっていいって感じだからね。うん、これをでもパパはね、女の子キャラにするか男の子キャラにするか結構これ重要なとこなんでね。まあでもドラゴンボール風だから男の子でいいでしょ。うん、いや、まあパパ男しか描けないっていうのがあるんだけどさ、うん、今回さ、目は見えないからさ、うん、え、あの、こういう、こう上から見て描くと胸の角がジャムで、あ、目が見えない、この辺。あ、そっかそっか、上向きなんでね。そうそうそう、うん、結構でっかく描いたね。うん、大丈夫。うん、でっかく描きようになった、うん、でマッチョだよ、マッチョなキュアジェラートができそうだよ。え、マッチョ本当だ、なんかマッチョ。わー、確かに男の子キャラだとそんな感じそうだよね。ちょっと顔が変わっただけだな。そうなっちゃうね。うん、もうちょっとあれか、髪の毛を変えるか、スーパーサイヤ人っぽくするかそういうことだもんね。だって、うん、あのさ、虫の目がさ、赤くなったり白くなったりするのってさ、うん、なんて言うと思う？なんて言う？うん、わかんない。アルビノ。アルビノ。そう、アルビノっていうのがなんか変わると白くなったり赤くなったり、ダンゴムシでもそういう現象が見られるんだって。黒いのが白くなっちゃうんだって。そうなんだ。やっぱりいざ描くとなると難しいね。そりゃそうだね、どんなものでもそうだよ。 SG やカブトムシってさ、めちゃめちゃかっこいいじゃん。再現するのは難しい。そうそうそう、しかもさ、紋章を虹色みたいな色で描かなきゃいけないからさ、もっと難しい。はい、ということで下書き終わりましたんで、これから塗っていこうか。はい、こっからが本番だね。うん、さあ、僕は白とか、あ、白はあらかじめ髪が白だから移動して、で真ん中にこれ置くね。うん、基本的には僕は分けて塗っていくって感じだから楽な方なのかな。ひーちゃんは楽だね。でも今回はできるだけ立体感をつけてほしいかなと思うんだけど。うん、ねえ、うん、あのさ、ヘルクレスオキシデンタリスってさ、うん、ヘルクレス、あ、ヘラクレス、ヘラクレスの足じゃん。うん、だけどさ、オキシデンタリスとリッキーブルーの方がヘラクレス、ヘラクレスよりも全然生息地が広いんだよね。ほう、だからよく見かけるのはリッキーとかなんだよね。あ、そうなんだ。こうスーパーとかでよく見かけるの。スーパー？スーパーじゃなくて、昆虫を売ってるところとかね。ああ、びっくりした。ふう、難しい難しい難しい。書いたことないから。そう、めっちゃ難しい。あのさ、前行ったさ、うん、バイオパークにあった昆虫館あったじゃん。う
あん中にさ、グラントシルカブトいたけどさ、あのグラントシルカブトはさ、あそこ湿ってたからさ、黒かったね。そう、黄金鬼怖かったでもね、同じ現象が見られるって。あとヘラクレスオオカブトとかの羽でも、わお、ちょっとカラフルになってきたけど、さすがにまだカラフルさが足りない。はい、ということで完成しました。じゃあ細かく見ていく前にですね、あのカメラのね、ちょっとこれで撮ってたんだけど、電池が切れちゃって、あの塗ってるところ途中で終わっちゃったかと思いますけども、ごめんなさい。はい、じゃあエイシン君が描いてくれたカブトムシのスーパーゴッドレアですね。これ虫キングのカブトムシだね。そう、ちょっと工夫したのはこういう周りに線を引いて光らせてるような工夫した、あー、ちょっと紋章のところね。これ紋章は赤とか黄色とかいろいろ色があるのかな。紋章はこういうオレンジとか、オレンジか黄色とか、そういうのが、そうだね、上からの絵だからね。ちょっとここのバランスがね、微妙に違うかなって感じするけどね、ちょっとこっちが合ってんのかな、じゃあこっちが合ってんのか、これがなんかちょっといびつだね。そう、まあしょうがないね、手で描いていくからね。でもよく描けましたね。はい、シンくんのカブトムシアップにするとこんな感じです。背中の紋章よく描けたね。虫キングよく頑張ったよ。めんどくさかったでしょ。はい、続いてこちらがキュアジェラートをドラゴンボール風にしたものですね。すごいことになったね。どうですか、可愛い女の子キャラが完全に男キャラね。しかも筋肉隆々のね、男キャラになってしまいましたけど、一応ね、なんかスーパーサイヤ人ブルーっぽい髪の毛の色合いにしてみました。どうだろう、すごいな。でもね、腰にはね、このハートの何やらポシェットみたいなね、リボンがついたりしててね、すごい面白い感じになったけど、どうでしょうか。女の子らしい男の子みたいな感じ。そうね、うん、はい、でキュアジェラートこんな感じですね。変だね。このね、スカートに足が出てるというのはすごい変。見事に顔が合ってないね。でも頑張ったよ。ということで私はですね、プリキュアアラモードのキュアジェラートをドラゴンボール風に本気で描いてみました。僕は虫キングの SG ではカブトムシを本気で描きました。そうだね、はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか、イラスト上手いじゃんと思った方はぜひ、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画、いつものとこに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中だりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。